ワイヤードミュージックフェスティバル2024ナンバーアンダーライン愛が名古屋を熱狂の渦に。ファンたちの興奮と感動が爆発。待っててね、紫輝くん。ナンバーアンダーライン愛のステージにかけたファンたちの熱い思い。音楽フェスティバルという場は、アーティストとファンが共鳴し、共に生きた瞬間を共有する特別な時間です。今年のワイヤードミュージックフェスティバル2024は、その例に漏れず、 多くの音楽ファンが名古屋に集まり、音楽を全身で感じ、仲間との絆を深めるための最高の舞台となりました。特に注目を集めていたのは、今飛ぶ鳥を落とす勢いで人気を集めているナンバーアンダーラインアイというアーティストです。彼らの出演を心待ちにしていたファンたちは、遠方からも駆けつけ、フェスの会場でその一瞬一瞬を共に楽しむために準備万端で挑みました。フェスの朝 ファンの多くはすでに会場に向かう道中で SNS を通じてその心情を共有し合い、期待と興奮が高まっていました。例えば、あるファンは娘たちとの、珍道中と笑いながら、無事に名古屋に到着した喜びを綴っていました。目的地に着いたこと自体が小さな成功であり、それがまたフェスへの期待感を一層高める要素となっていました。娘たちの、お仕事をこなしてから、 いよいよナンバーアンダーライン愛のステージへ向かうという一連の準備も、その日の特別さを象徴していました。ファンたちはみんな、それぞれのスタイルでフェスに参加する意気込みを見せ、その準備に余念がありませんでした。フェス T シャツを選び、荷物を預け、軽食を楽しむファンたちの姿は、まさにフェスティバルならではの光景です。名古屋の快晴のもと、T シャツに身を包んだファンたちは、 すでに心は会場に飛んでいました。そんな風にして、フェスに向けた準備や期待感は、まるで一つの冒険のように語られ、これから始まる音楽の祭典に向けて、気持ちは高ぶるばかりです。そして、その興奮は、ナンバーアンダーラインアイの登場によってさらにヒートアップすることが予感されていました。待っててね、紫輝くんという言葉が SNS 上で交わされ、数えきれないほどのリプライが飛び交う中で、 ファンたちはお互いを励まし合い、共にフェスを楽しむことを誓い合っていました。ナンバーアンダーラインアイのステージは、その日一番のハイライトになることは誰の目にも明らかで、ファンたちは彼らのパフォーマンスを目撃する瞬間を今か今かと待ち望んでいました。会場の外では、まだチケットを手に入れていないファンもいれば、すでに入場を済ませ、ステージの前に場所を確保しようとする者たちもいました。彼らの姿は、 まるでフェスティバルという名の、戦場に挑む兵士のようであり、友人や仲間たちと連絡を取り合いながら、どこに集まるかを相談する姿も見られました。ファンたちはそれぞれの思いを胸に、そして一人一人が特別なフェス体験をしようと準備を進めていました。そんな中、SNS を通じてリアルタイムで状況を伝えるファンも多く、今、新幹線で名古屋に向かってます、という投稿や、会場に着いたら T シャツを買って、 荷物を預けて、ご飯を食べたいといった計画も次々とシェアされました。これらの投稿は、まるでライブ中継のようにフェスへの期待感をさらに高め、行けなかったファンたちもその場にいるかのような感覚を味わっていました。天気も最高で、名古屋の空は青く晴れ渡り、まさにフェス日和遠方から来たファンたちも、その美しい青空の下で大いに盛り上がる準備を整えていました。あるファンは、 今日は絶対にぶちかますぞと宣言し、フェス T シャツを身にまとい、腕には推しカラーのアクセサリーをつけ、全身でナンバーアンダーライン愛を応援する決意を示していました。彼らの中には、初めてフェスに参加する者もいれば、何度も足を運んだベテランもいましたが、共通しているのは、皆一様にその瞬間を楽しむことを全力で誓っている点でした。フェスティバルにおける一つの大きな魅力は、ライブパフォーマンスそのものだけでなく、 その場でしか味わえない一体感です。観客たちが一つのリズムに合わせて踊り、声を上げるその瞬間こそが、音楽が人々をつなぎ、心を一つにする力を持っていることを証明していました。ナンバーアンダーライン愛の3人もまた、ファンとのこの瞬間を大切にし、日々の努力を積み重ねてこの日を迎えていました。彼らのパフォーマンスはいつも期待以上のものをファンに届けてくれることで有名であり、 今回のフェスでも例外なく、その、天才的なパフォーマンスがファンたちの心に刻まれることでしょう。しかし、フェスに参加できないファンたちも少かなからず存在しました。彼らは SNS でその思いを共有し、いけないけれど、心は一緒だよ、とエールを送り続けました。特に、夜のステージでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、屋外の開放的な雰囲気と相まって、 幻想的な光景が広がることでしょう。それを思うと、参加できなかったファンたちの中にも、いつかその場に立ち会いたいという思いが募るのも無理はありません。フェスが進むにつれて、ナンバーアンダーライン愛の登場が近づいてくると、ファンたちの期待感は頂点に達しました。すでに多くのファンが SNS で、ぶちかまして、という掛け声を送り、そのエネルギーが会場全体を包み込みました。名古屋の夜空の下、 彼らのパフォーマンスが始まる瞬間は、まさに魔法のような一瞬であり、ファンたちはその場に立ち会う喜びを全身で感じていました。音楽フェスティバルは、ただ音楽を聴くだけの場所ではありません。それは、アーティストとファンが一緒に作り上げる体験であり、その一体感こそがフェスの醍醐味です。特に、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストは、その瞬間を最大限に活かし、 ファンとの絆を深めるために全力を尽くしています。彼らのパフォーマンスを目の当たりにしたファンたちは、そのエネルギーを受け取り、自らもまたその一部となることができるのです。フェスが終わった後も、SNS ではその余韻が続きます。最高だった。次も絶対行くという声があふれ、参加できなかったファンたちも次回への期待を膨らませています。音楽フェスティバルは、その場限りの一瞬ではなく、 参加者の心に長く残る体験を提供します。そして、その記憶は次のフェスへと続き、さらに多くのファンを引き寄せるのです。名古屋でのフェスを終えたファンたちは、それぞれの思いを胸に帰路につきました。しかし、その心にはまだ熱が残っており、次回のフェスで再びナンバーアンダーライン愛と共に盛り上がる日を待ちわびていることでしょう。音楽フェスティバルは、単なるイベントではなく、 一つつののの生きた体体験験でであり、その体験を通じてて人々はさらに強くく結びついていくのです。名古屋でのワイヤードミュージックフェスティバル2 0 2 4は、終わりを迎えた後もその余韻は消えることなく、参加者一人一人の心に深く刻まれていました。特に、ナンバーアンダーライン愛のステージがもたらした感動と興奮は、ファンたちにとって忘れられない瞬間となり、キ路についた彼らの胸には次回のフェスへの期待と新たな希望が生まれています。 音楽というものは、単に耳で聞くだけではなく、心で感じ、体で体験するものです。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、まさにその、体験を強く意識させるものでした。フェスティバルの後、SNS には続々と感想が投稿され、多くのファンがその感動を言葉にして共有していました。最高の一夜だった。こんなに心が震えるステージは初めて、といった声が飛び交い、さらに、 次も必ず行くと宣言するファンも少なくありませんでした。特に遠方から参加したファンにとって、フェスに参加すること自体が大きな冒険であり、その一瞬一瞬が貴重な思い出として残ります。それはまるで、日常から解き放たれた特別な空間で、自分自身をリセットし、新たなエネルギーをもらうかのような体験です。音楽フェスティバルの魅力は、単にその場で音楽を楽しむだけではなく、 その後の日常にも影響を与えるという点にあります。フェス後の余韻に浸りながら、ふとした瞬間に思い出すその日々の出来事が、また新たな活力を与えてくれるのです。例えば、日常の中でふと耳にした曲が、そのフェスでの感動をよみがえらせ、再び心を熱くすることがあります。こうした体験は、ただのコンサートではなく、フェスティバルならではの特別なものです。また、 今回のフェスで感じたもう一つの特徴は、ファン同士の絆です。会場で知り合ったファン同士が、その瞬間だけでなく、SNS を通じてその後もつながり続け、次回のフェスに向けて計画を立てるという流れが生まれています。次は一緒に行こうね、というメッセージが飛び交い、フェスは単なる音楽イベント以上に、人と人とのつながりを強める場として機能しています。このようなコミュニティの形成は、 特に若い世代にとって重要であり、彼らにとってフェスは友情を深め、新しい出会いを生む機会でもあります。